さて本日もマイクラ人狼始めていくぞ。本日はいつものマイクラ人狼メンバーにゲストのチャコさんを加えての10人で遊んでいきます。マイクラメインのゆっくり実況者の方ね。最近結構交流があったので今回お招きして一緒に遊ぶことになりました。なおみんな1ミリも容赦はしてない模様。初めの3試合くらいチャコさん開幕速攻キルされてましたからね。忖度しろ。ちなみに参加メンバー一覧はこんな感じです。役職構成はこちら。1試合目は10人だから人狼も3人と多めになってるわ。ゲストの顔に免じて高評価をしてくれ。おじきの理由にゲストを用いるな。そして1試合目の役職は、ふむ、人狼ですか。お仲間はみぞれさんとぐさおさんの2人だな。マイクラ人狼であまり暴れない方の2人ね。さてそれでは初手の位置まで移動していくぞ。ふむ、初手の位置どこにしましょうか。このマップちゃんと初手位置に定めないと開幕すぐ不意打ち食らうからね。まあ今回は人狼だから私たちが不意打ち仕掛ける側だけどな。近くには誰もいなさそう。せっかくだしベントで遠くに飛んじゃいますか。こっから飛んだらラボまで一気に行けるな。気づかれずに誰かに近づければ一番いいけど。さてそれではベント移動。もう一挙ベント移動。あれ誰かいるぞ。え、容赦なさすぎて草。アイテムと弓矢配られた瞬間の一撃。あれなんか今落っこってびっくりした。今なんかすごい悲鳴が聞こえましたけど。とりあえず回答は、あ、悲鳴はスルーして進めるんだな。なんて仲間思いの村なんでしょう。回答は出ないみたいですね。じゃ占いと霊媒師よろしく。あ、それと多分霊魔理さんメメさんにキルされてます。今ベントから出てきたんで。どうも霊魔理さん処理させていただきました。バレてから自白までが潔すぎるだろ。まあラボの屋根上にメテオさんいた時点でなんとなく察したよな。私が表に出れば他二人が動きやすくなるでしょうしね。どこからか撃たれてます。グサオさんじゃね。いや絶対ウタさんだろ。チャコさん待ってればこっち来そうですね。せっかくのゲストですしすぐキルするのははばかられますが。そう言いながら構えられる弓矢。言動と行動の不一致。ちなみに自分占い師ね。で、みぞれさん人狼、ウパメメも人材確定ね。じゃあウパメメみぞれの3人材か。となるとウパさんは狂人もしくは元怪盗かな。どちらにせよ人狼陣営側と見て良さそう。ただ占い結果からみぞれさんは交換されてないことが判明してるので、私たちが怪盗に人狼を交換されてることだけが怖いですね。あれ他の隠しの役職は？多分霊媒師は死んだ霊魔理さんですね。あ、霊魔理さん霊媒師だったんですね。初手でキルしといて正解だったな。とりあえず2人処理できてるし有利なスタート。メテオさん今メメさんラボにベントで飛んだよ。あ、そうだね今メテオの下にいるわ。レイマリさんとチャコさんの二人あったのでお仲間さんよろしくです。まったく忍ばずの全体キル報告。メテオ無礼だしメメさんにとつってくる。その正義感が自らの指揮を早めるんですよ。はいメテオさん死亡。3キルしてるんでお仲間さんあとお願いしますよ。今んとこ死んだ1に狂人はいなさそうだから、交換された自覚のない人材まで含めると4人仲間いるからね。おっとラテさん静かに近づいてきてますね。静かに近づいてきても私はしっかり見てましたよ。ここあれ当たったけど今の音は不死のトーテム。いやそれはさすがにズルでは。あ、こっち4人分のアイテムガチャで透明とトーテムなしだったんですけど。日頃の行い定期。まあでもこの後お仲間たちが頑張って見事人狼勝利となったぜ。全3強人、グサオさんがウパさんに交換されてた感じですか。キャリーされてるじゃん。トーテム消費と3キルしてるからセーフ。それじゃ2試合目いくぞ。さてそれでは2試合目。1試合目からグサミズが抜けてヒナ兄さん参加の9人編成ね。それに伴い人狼が2人に変更されてるぜ。さてそれでは今回の役職は、ふむ、またもや人狼ですか。相方はウパさんね。この日異様なくらい人狼引きまくってたからな。最近建物中でスタートすることが多かったので次は屋上に陣取ります。さてとりあえずアドミン上を陣取ったが、配布されたアイテムは不死のトーテム。トーテムがあるだけでだいぶ強気に動けます。トーテム好き。トーテム中毒。メメ村マイクラ人狼を長く続けたものの大半がかかる症状だな。いろいろな意味で末期。回答出ないみたいなので出ます。霊媒師です。ちょなんかもうすでに打たれ始めてるんだけど。ラテさんどうせグレーでしょ。もう打ちますよ。血の気が強すぎる。メメさんグレーなの。グレーですよ。もう最近村人でもみんな初手普通に打つからこれでも人材認定されないのくさ。あれ占い師は？自分が占い師でヒナに人狼じゃないです。ふむ、とりあえず陣形は出揃ったわね。いちいち霊ですか。この陣形の時人狼陣営3分の1の確率で交換されてるので動きづらいんですよね。まあ、でも基本終盤まで人狼陣営として立ち回るのが定石だ。ラテさんがあまり積極的に打ち返してこないから、もしかしたら狂人か元怪盗で人材になってるパターンもあるわね。まあ、でもその場合最悪人材カミングアウトしてくると思うので、基本的には無視して狙っちゃって大丈夫です。ラテさん地下行動を通って酸素室側に向かってるな。ここはウェポン上で出てくるところを狙いましょう。何気チャコさんがウェポンの中にいるけど、狂人で不意打ち仕掛けてくる可能性はあるが今回はトーテム持ち。仕掛けられてから応戦しても間に合うから放置でいいか。さてラテさんがそろそろ出てきそうですけど。ウパさん撃ってきた？いや撃ってない撃ってない撃ってないでしょ全く。撃たれてないけど僕は普通に撃つよ。撃ってくるならやるしかないよな。相方も元気に戦い始めたな。まあ私たちはとりあえずラテさんを処理するとしますか。ちょこまか動いてもいつかは当たりますよ。最後は無言のまま死んでいったわね。とりあえずラテさんは処理しておきましたよ。ラテさんの遺品は跳躍のポーションか。しけてんな。盗賊かな。ウパさんさっき弓矢構えてたでしょ。いや構えたけど構えたけど撃ちはしなかったじゃん。もう相方はすでにかなりのピンチを迎えてそうですね。早いうちにグレイ一どんどん処理しておくか。メメさん待って待って待って一回話聞いて。何か話すことがあるならまあ一回聞いてあげないこともないですが。メメントモリチャンネルはゲストに優しいチャンネルだからな。であれ、なんか今即死ポーションが割れる音がしたような。チャコさんいないし。あ、これもしかしてチャコさん即死ポーションで自爆した？まだ話聞いてないのに。皆さん悲しいお知らせがあります。話がしたいと言っていたチャコさんですが、ただいま自らの投げた即死
しポーションで自爆したことを確認しました。レイマリさんも今横いたから見てたでしょ。まあメメさん上にいた時ネームバナー消えてたから多分マジで自爆したんでしょうね。ニグレイ死んでるし一人外くらい起きてるかもですね。おいてカウパパロン何か飲み始めてるぞ。やばい助けて。相方が必死で助けを求めてるが遠いんだよな。まだいるであろう狂人に助けてもらってください。白状ネクロマンサー。あとさっき言った通りチャコラテの二人死んでるので余裕あったらどっちか霊媒で結果見といてください。チャコさん見たけど白だったよ。チャコさん狂人カミングアウトしそうな流れだったし、ラテさんもラテさんで後半無言だったしで狂人ぽかったからあまり喜べないかも。狂人は落ちてると思って行動した方がいいわね。おーシューパさんやったぞって言ってる間に相方もお亡くなりになったみたいだけど、どうせ助けに行っても間に合わないと放置してましたが、なんか思ったよりも耐えてましたね。必死に戦った相方に対して送る言葉がこれ。ウパパロンまだ誰もキルしてなかっただろうに、私たちが仇を打ってやるからな。はいまず1名。何を思ってあんなところに埋まってたんでしょう。ゲンさん誰にキルされたかすらわからずお亡くなりになってそう。お、でも近接最強一撃必殺のツルハシ持ってたな。これは有効活用させてもらうとするぜ。ゲンさんもやりました。ゲンさん今回マジで何もしてなかったのに地面に埋まってましたね。初めピクミンかと思いました。言われてみればかなりピクミン感強くてくさ。今ピクミン把握。八幡宮行け。メテオさん八幡さんは占い師だぞ。おいおいこれメテオだわ。というかこれひな兄さん占い師から白出されてて、ウパチャコラテ全コパス死んでるのでもうメテオさんしか残ってない気が。私さんグレー処理してるのでメテオさんよりは白いかと思いますけど。まあ正確にはチャコさんは自爆だけどな。メテオさん私たちから見てもめっちゃ人外っぽいけど。まあ回答出てないしメテオさん人外もあるけど。あれ今メテオさん自分狙ってきてましたよね。まあメテオさんレイマリさん撃ってたので人狼ですね。あれこれもしかして私たち交換されてる説ある？普通にありえる。いやメテオはあれなんで回答で狂人取ってるんで人狼じゃないんで許してください。メテオさんガチで人狼陣営っぽいな。まあ村人陣営で嘘つく必要性皆無だからね。まあまあそれだったら許してあげないこともないけど。それが本当ならメメさん人狼になるけどね。いやでもメテオさん人外は確定したわけですよ。どちらにしろメテオさんは敵なわけですから先やった方が良くないですか？それで続いたら私をキルすればいい話です。じゃあメメさん電気室内にトーテム捨ててくれません？それはもちろん無理なお願いですね。メメさん撃ってきた。メメさんメメさんメメさん。よっしゃやるぞメメントモリ。足引っ張らないでくださいねメテオさん。やっぱ推理不要ゲームだった。メテオが八幡宮を持っていく。行くぞメテオ。透明いる透明いる。透明僕ですレイマリさん。ひな兄さんが透明らしいですよメテオさん。オッケーオッケー。マイクラ人狼あるある最後完全にただの殴り合い。結局議論なんかよりも暴力が正義だということだな。ひな兄さん透明らしいですがここには上がってこれないはず。上にいる限りは基本的に安全ですね。ここから八幡を撃ってメテオさんを援護するか。当たった。ただこれ今メテオさんもやられてたっぽいわね。となるとあとは透明のひな兄とレイマリさん見えてますよひな兄。はい残り一人。いやいやまだ八幡さんがいますけどね。残念ですが八幡さんはすでにお亡くなりになってますよ。終わった。不利盤面から一気に有利盤面にひっくり返ったな。トーテムもあるしあとはなめくしなきゃ勝ちよ。おっとなんか距離を詰めてきますねレイマリさん。最後はツルハシ使って直接仕留めに行くとしましょうか。遮蔽を利用して左側を回って近づきます。はいお疲れ様です。うわこれメテオさん自分と交換してるのかよ。そうだよメメさんナイスナイス。チャコさんが狂人でラテさんは普通の村人と。今回純粋な村人陣営私たちが全員キルしてるな。やはりマイクラ人狼は容赦なく立ち回るのが一番強いのね。それじゃ次の試合行きます。さてそれでは3試合目。2試合目と参加メンバー並びに構成は全く同じよ。そして役職も人狼です。しかも相方まで同じ。たまには違う役職やれ。4試合目は多分村人なのでさっき言ったかもですが最近本当に人狼率高かったんですよ。おかげで動画用の取れ高が大体人狼の試合になってしまったと。そういうことです。まあそれに村陣営の時は何もしなくても勝手に勝利する試合そこそこあるしね。引きこもってたらアクティブな村人が人狼陣営滅ぼしてるのたびたびあります。そいつら本当に村人。はいそれではアイテムも配布されて試合スタートと。今回のアイテムは一撃必殺のツルハシね。 PT ではあるが強めの当たりのアイテムだな。回答は？回答で前さんと交換して村人でした。死ぬ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 。若で回避名上げてる人いますけど。開幕から元気だな。ウパパロン来てる助けて助けて。修羅場でくさ。メテオさん私が助けに行ってあげますからね。任せたメメントモリ。はいそれじゃあ助けます。これ見て救済完了。人の行いじゃないだろこれ。死は救済定期。霊媒師です。チャコ占い師です。あとひな兄さん確定人外ね。オッケー。ひな兄さんやった。メテオさんが壮絶な最後を迎えてる間に一人外死んだようだな。回答は出てるし普通に狂人が死んだと見ていいでしょうね。とりあえずメテオさん切るしといたけど占い結果とかはどうなの？まだやってないけど。どうだれすればいい？じゃあメテオさんとか占いしとけばいいんじゃないですか？しれっと死んだ人占いさせようとしててくさ。初心者のチャコさんに対しても手心が一切ない。あれというかひな兄さんアイテムなんも落としてないな。こじきったか？命どころかアイテムまで奪おうとする極悪非道クマ。メメさんって生きてます？うわなんだか嫌な予感。こういう時は無言でやり過ごすのが吉。それより占い結果はどうだったんです？メメさん間違えて占って人狼でした。メメさんもう死んでます？いやキルされてるなら誰か報告するだろうから多分まだ生きてるよ。いやもしかしたらメテオさんと相打ちしてるかも。ウパさんどうせみんなここまでの発言聞いてないと思ってむちゃくちゃ言っててくさ。自分でメテオさんキルしたって言ってから占いさせようとして次は私たちと相打ちしたかもってよくよく聞いたら意味不明すぎる。あれでもさっきメメさんちょっと喋ってなかった？こじきに対して反応してたよね。じゃあ生きてるか。いやいや死んでますって。生きてるかっていう質問に返事しない時点で死んでるでしょ。めっちゃ生きてる。じゃあ死んでるか。メメさんミュート外れてますよ。死んだらミュートしなきゃ。あれ外れてました？めっちゃ元気に動き回ってるじゃん。メメさん今ベントでラボ飛んだよ。いやいやだから私は死んでますって。なぜ最
初から人を疑う姿勢なんですか？人って開き直ったらここまで強くなれるんだ。でもこれどことんでも居場所把握されちまうな。まあベントで飛べるとはいえ飛べる先に大体人いるからね。今ラボにはおばさんいますし、戦わないとおばさん怪しまれちゃうし、八方塞がりだな。というかあんだけ意味不明なこと言ってるのにスルーされてる。おばさんやばない。まあみんなうるさい上に同時に喋るのであまり聞こえてないんでしょう。人狼陣営の時の方が他の人の発言聞こえるしな。村人の時は人狼の時より周りに警戒しなきゃですからね。あれというかこれ多分ウパさんラテさんやりましたね。ラテさんさっきまで私たちの上にいたけどいつ間にかウパさんになってて草。ちょ待って、これウパさん占い師の私打ってきてます。ゲストにも全く容赦のないことに定評があるウパパロンだ。てぜんさん、ぜんさん何を？いやいやめめさん、あなた人材でしょ。私と歩行を交えるということでよろしいんですね。もう道は違いました。私たちにはメテオさんの思いのこもった遺品である盾がある。そう簡単にはやられないぞ。呪われてそう。猫の建造物を盾にするなどという非道、これはさすがに許しておけません。めめさんとぜんさんどこでやり合ってるの？ここは猫の家。あ、ぜんさんもうキルしましたよ。なんていうつもりだったんだろうな。じゃあこれもう後残ってるの八幡さんだけか。村人ねえ弱いねえ。八幡さんアザラシのとこいるよ。逆に八幡さんがアザラシのとこにいない時の方が珍しいんだよな。八幡さん前マップから毎回同じとこに陣取る習性があるからね。ハッピーで埋め尽くして。八幡さんトーテム持ってるね。というかなんか全然打ち返してこないんだけど、電気室側に逃亡しようとしてますね。まあここだと2車線通って不利なのはそうだが、さすがにかわしながら走り抜けるのはなかなか厳しいぞ。もうちょっとでしたがこれにて終わりですよ。今回はシンプルな陣形だったわね。ひな兄さんが初手にやられてからウパさんと私たちでお互い3キルずつか。相方のウパさんもしっかり強くて助かったわ。9人陣形かつ人狼陣営不利陣形でしたがうまく返せてよかったです。それじゃ最後の試合行くぞ。さてそれでは4試合目。ラストは3試合目からチャコさんが抜けてガンマスミゾレを追加した10人構成だ。ということは今回は1試合目と同じく人狼は3人なわけね。そして宣言通り今回の役職は村人。村陣営視点での白熱した議論や推理、疑心暗鬼の中でも芽生える村人たちの信頼関係をお見せします。ここまでわかりやすい嘘もないわね。さて1にもついてそろそろ試合開幕というところですが、外のベント方向に誰かいるのが見えるな。あ、それとメテオさんがいますね。とここでアイテムが配布されて試合開始と。おいさすがに手が出るの早すぎるでしょ。役職名乗る暇すらなくて草。メテオさんとは数試合開幕バトルし続けてますからね。待てばやられるので先にキルしたまでです。回答出ないようなのでもう出ますけど霊媒師です。占い師ですって。みぞれさん人狼でした。なんでなんでなんで。占い師の占いになんでも何もないだろう。せいどー。メテオさんとガンマスさんが死にました。え、メテオさんとガンマスさんキルしたの？なんでなんで。なぜなぜ。なぜなぜ。ガンマスメテオ死亡。なぜなぜ。墓場の二人ぶち切れてそう。なぜなぜの煽り性能はピカイチだからな。みぞれさんやりましたよ。ナイスナイスって。メテオさん霊媒で見たけど白だったからメメさんもキルしていいよ。メテオさん白。なぜなぜ。それやめろ。なんだったら村陣営と交換した回答だった説まである。だとしたらすでに確定戦犯だけどね。多くは望まないのでメテオさんはせめて村人であってください。まあとりあえずこれメメさんを処理するとこから始めよう。え、私何か怪しまれるようなことしました？むしろこれで怪しまれなかったら異常だよ。あれというか弓の音とダメージ音が聞こえましたが、メメさんが誰かをキルした音でしょ？違います。あ、それ多分自分が落下した音です。あ、よかった。誰かが撃たれて死んでしまったわけではないんですね。すでにお前はまだ罪を犯してないグレイ二人をキルしてるけどな。法で裁けない悪。どちらかが人狼陣営なら試合運び的にはアドなのでセーフですよ。これで両方村陣営ならすでに戦犯へのカウントダウンが始まってるけど、マイクラ人狼戦犯へのカウントダウン。コナンの映画タイトルみたいに言うな。まあでもおかげで透明と即死ポーションと装備は整ってるな。罪のないグレイから巻き上げた血塗られた装備だけどね。あ、これひな兄人材。ひな兄人材だこれ。ひな兄さん人材らしいのでひな兄さんを探す旅に出ます。とりあえずレイマリさんラテさんは隠しろということだけ覚えておきましょう。あ、というかこの奥にひな兄さんいるぞ。ひな兄さん発見。戦います。メメントモリとひな兄のマッチアップ。人材同士の戦いに目が離せない。タイヤが何か言ってますがここは透明ポーションを飲んで詰めましょう。というかこれひな兄さん絶対ミュートだろう。あ、ベントで逃げたな。メメさんとひな兄さんちゃんとやり合ってましたね。え、そこ二人やり合ってるのか。私ひな兄さんを仕留めるために透明使いましたからね。信じていただけました？いやまあまだひな兄さんが喋らないだけの城の可能性もあるから。というかむしろそれだったら私たち視点も困るけどな。八幡さんに前さんにウパさんとまだグレイたくさんいるしね。というかむしろメメさんのが処理優先順位高いでしょ。開幕に死んだ二人が死んでなお私の足を引っ張ってますね。お前がやったんだぞ。因果応報。私にできるのはもっとたくさんの人を墓場に送ることだけ。メテオさんガンマスさん待っていてください。おそらくだがその二人は私たちが墓場に来ることを望んでますよ。ほらついにマリサが正しいことを言い始めちゃったじゃない。ヒナーの猫の中に逃げ込もうとしてて草。これやっぱもう人材だろ。あ、ヒナ兄さんそっち側に移動してるんですね。まだ猫のとこにいます。いや今ベント使いそう。多分ラボ行くなこれは。まあじゃあ私たちもベント使ってラボに行くか。ここまで怪しまれてて喋らないあたり本当に人材っぽいですしね。まだ透明効果残ってるしうまくいけば奇襲できるわよ。ヒナ兄さん今トイレの中にいるわ。じゃあ今飛んでも大丈夫そうですね。トイレにいるらしいが。さてじゃあヒナ兄さんお邪魔します。あ、これで終わるんですね。メテオガンマス両方とも人材で草。先般どころか MVP ですよこれは。たまたまキルした人がたまたま人材だったというだけ。あ、人狼取られてたんだ。ありがとう。こういう時に人材取られてての棚ぼた勝利は美味しいですよね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。